皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見高校の体験入学のお知らせをします。体験入学、日程は2023年の10月の28日の土曜日と11月11日の土曜日、この2日間になります。時間の内容ですけれど、まず9時から受付が始まって、9時30分から在校生によるコース紹介、これがあります。次に10時30分からは中学生は授業体験、これをやって、保護者の方、こちらは学校の概要の説明と授業見学、このように2つに分かれます。そして11時30分からは希望者だけになりますけれど、個別の相談、施設見学、部活の見学ができます。なお参加希望する方は富士見高校のホームページの方から申し込んでください。こちらのチラシのある方、ここに QR コードがあるので、このチラシをお持ちの方はこの QR コードから申し込むこともできます。今回は静岡県富士見高校の体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。